カリは何の日ですか。え？あ、ヒノキか。あ、わかる。あ、そうでしたっけ。はい。なんかまだ真新しいですよね。ねえ、しますよね。風で抜けるから。ヒノキとわけなんか作り分けてですね。杉だとは思わなかったですね。赤松とかね、松の木とか結構使われてるんです。これは全部松ですか。